グリーンザウルス。今日はどんな美味しいもの作るのかな。こんにちは、ザウルスくん。ヨネオさん、こんにちは。今日は宮崎のキャベツを使ってスタッフとバケットを作るよ。やった。キャベツは一年中美味しく食べられる野菜だよね。うん、そうだね。キャベツにはビタミン U が含まれていて、とっても体にいいと言われているんだよ。そうなんだね。まずは材料を紹介するね。材料はバケット1本分だよ。キャベツ4枚、じゃがいも3個、ハム6枚、塩コショウ適量、クリームチーズ 40g。 では早速作っていくね。はい。まずはキャベツを千切りにするよ。皮をむいたじゃがいもは8等分に切り、柔らかくなるまで茹でるよ。茹で上がり、水気を切ったじゃがいもは熱いうちに潰しながら塩コショウを振りかけるよ。さらに材料を混ぜ合わせていくよ。まずはクリームチーズ、次に適当に切ったハム、そしてキャベツを混ぜ合わせるよ。混ぜ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 。次にバケットを半分に切るよ。あとで具を詰めやすいように中身をくり抜くね。さっき作った具を詰め込んでいくね。最後に食べやすいサイズに切ったら出来上がり。うわー、これは美味しそう。ザウルスくん、食べてごらん。やったー、いただきます。ゴブ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 。栄養価を逃さず食べるには生で食べるのが一番。シャキシャキした食感も楽しめるね。ハムの代わりにスモークサーモンを入れても美味しいよ。みんな宮崎の美味しいキャベツ食べてね。食べてねー。